はい、皆さんこんにちは、太陽です。本日、群馬遠征3日目になります。3日目は、知床食堂さんにやってまいりました。おとついに、AQ庵さんの方で、限界チャレンジを行い、そこから昨日は、昼夜に食べ続けていて今に至ったので、コンディションはあまり良くないので、今回は、ちょうどいい感じで食べようかなっていうふうに思っています。それでは行ってまいります。はい、というわけでこちら準備ができました。今回食べるのがこちらカレーライスと、こちらのめっちゃでかい唐揚げと、こちらおろしポン酢になります。結構重量がありそうですが、美味しそうな、料理なので、早速ですが食べていきたいと思います。それではいただきます。2キロ弱。とりあえず とりあえず野菜の方は摂取したので、最初のこっち行くか。おろしポン酢をかける。とりあえずしまそう。めっちゃ柔らかくてジューシーで、めっちゃ美味しいです。山盛りご飯もあるんで、一緒に食べよう。ロシポン酢のさっぱりとした味と、この唐揚げと相性がとても良くて、めっちゃ美味しいですよ、これ。夏にぴったりなロシポン酢。ようやく唐揚げ1個完食。でかい唐揚げが2つある。めっちゃボリューム。
噌汁はめっちゃわかめがたっぷり入ってます。ナスの味噌煮かな。うん。ピリ辛でうまいな。カレー大好きだな。あ、熱い。タオル、タオル。あ、出ます。タオルが重い。カレーの味は、うん、中辛のカレーで、濃厚やな。中辛で濃厚で、結構とろみもありますね。うん、スパイシーで、コクもあり、でかつ濃厚で、とろみもあり、もう何もかも完璧ですね。はい、ご飯がすごい量。はい、というわけで実況していきたいと思います。今回は遠征3日目で知床食堂さんにやってまいりました。今回はジャンボ唐揚げおろしシーポン酢定食とカレーライスを頼みました。ジャンボ唐揚げは1個あたり約 300g くらいはある巨大唐揚げで、それが2個もある定食になります。そして味に関しては巨大だから通常サイズだいたい30から 50g くらいよりかは味は劣るなと思いきや、これがびっくり、巨大なのにしっかりと味がして、外サクッと中は柔らかジューシーでめっちゃ美味しかったですね。そしてカレーライスの方は、とろみのある、濃厚スパイシーなカレーで、金沢カレーよりで、美味しかったですね。というわけでごちそうさまでした。はい、というわけでこちら完食になります。あ、とても唐揚げは、2つなんですけど、とてもボリューミーで柔らかジューシー、めっちゃ美味しかったですね。カレーも
濃厚でスパイシーでかなりとろみのあるカレーで、食べ応えのあるカレーでした。他にもいろいろな、料理があるので、また次回来る機会があったら他の料理も食べようかなって思います。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。ごちそうさまでした。